頸髄損傷で入院中のミスタープロレスこと天竜源一郎72に復活の兆しだ。天竜は長年の現役生活で負ったダメージから広範囲にわたる頸髄損傷の診断が下され、入院していることが2日に発表されていた。天竜プロジェクト代表で娘の島田彩奈氏、42が6日、自身のツイッターを更新し、病室を訪れた様子を公開。久しぶりに会った対象、天竜はしっかり天竜源一郎でした、と綴り、横になったままの状態で手を広げ、カメラに笑顔を向ける天竜とのツーショット写真をアップした。4日の新木場大会は天竜が不在の中で開催され、大成功を収めたばかり。彩奈代表は、開口一番、新木場盛り上がってた。だって本当にプロレスを24時間365日、今も考えてくれているね。ありがとう、と続けた。なお、15日のサイン会と25日の、不沈館、スタンハン選手とのイベントは調整中、まだ、より細部の検査をしている中で未確定が多々ありご迷惑をおかけして申し訳ございません。今しばらく時間をください、とファンに報告した。